ドムルトンでーす。今回はみんなにどうせ無反動しか言わないと思われているということについてやっていきたいと思います。これね、無反動なんですよ。もうそれしか言うことないじゃん。だって何？バーティカルフォーグリップがついて反動がなくなったっていうタイトルで無反動以外に言うことある？ないじゃん。ゲーム実況者は強いと反動がなくなったしか言わない。じゃあ他になんて言えばいいの？わかんないよ。もう困ってます僕このゲームね。バーティカルついたら強化されると反動とにかくなくなるんですよ。もうちょっとね、そう言われると嫌なんで、こういうローテーションホール、こういう穴に、工事した穴に実は感知アラーム仕掛けられるよって小技見せる。ここ通った瞬間にペペーペペーって感知アラーム鳴って、意外と強いやつ、敵に発見されない最強の感知アラームの置き方っていうのをね、ちょっとね、うわ使える技すごーいみたいな感じで思わせとけばね、俺の動画使える動画って錯覚させられるんで、ちょっと紹介しました。カモフラージュでね。でちなみにね、今回本当に何の動画やるかって言ったら、前追加されてなかったオリックスの武器にバーティカルフォアグリップが追加されたんだよ。だから無反動しか言えなくなりました。とにかく無反動なんですよ。もう何も考えないで、もう反動がない。反動って何ですか？あ、もう辞書にない、すごーいって感じ。もう反動ないんですよ。分かってください。バーティカルが追加されたってタイトル見たら、あ、この人無反動しか言わないんだな、そう思っといてください。勝手にもうみんなにどうせそう思われてるから。いるな、ロビーのところ付き合いまくってんだこれ。まあ俺ここで鼻くそほじったら多分みんな俺の気配見失って、あ、来てくれた。とにかくこれ強いんだよ。であともう一個、それだけじゃなくて、実はオリックスの前ブリンクタックルがあるんだけど、これね、なんと無敵になりました今シーズン。タックルの速度も上がって楽すぎて、なんと無敵になっちゃったんですよ。本当の無敵。目の前でブリンクしてもバレない。なんでかっつったら、このゲームサーバー維持してるんだけど、サーバーの維持のやり方がじゃがいもに電気を通してるんですよ。だからもうラグすぎて、タックルした時にバレないんだよね。だそれをちょっと見せたい。レインボーシックス版ジェットだからね。バロラント界のジェットよこいつは。いるな、ケツ穴確定。はい、おじさん、アッシュちゃんのお尻にナイフ入れちゃうんよ。敵オペレーターが一人残っている。キモい。キモい、マジ。なんか最後のニョーンがキモい。なんか俺おじさん宿ってんだよ、たまに。たまに俺おじさん宿ってるわ。マジで気色悪い。やっべえな、これ。行くぞ。ほい。まあ、ここの開通、開いてねえ。あ、やばいな、これ、ムラムラしてきた。ちょ、待って、群がってきてるから。ちょ、待って。ちょ、この群がってきちゃったから、ムラムラしてきた。違います、群がってたから、群がってるねっていうのをムラムラしてきたって言っちゃった。ちょ、やば。あ、ムラムラしてきた。あ、ムラムラしてきた。おお、待って、やるわ。ほい。マイブリンクやるだろ。ここで、サイドから攻める。あ、こういうことだよ。わかりましたか？ちょっと情報量がね、一気にね、もう死ぬほど増えたんですけど、こうやって前ブリンクしてかわせるんだよね。え、みんな大丈夫か？俺別にあれだからね、動画撮影中にいきなりムラムラするやばい攻略動画実況者じゃないからね。本当にやめて。お尻の穴にナイフを意図的に刺して確定に切れ死にさせる裏技をやろうとしたりとか、本当に決してムラムラしてるわけではありません。意図せずムラムラしてます今。なんかちょっとおかしいね、言い方が。意図せずムラムラしてるって言い方もおかしいんですけど、ナイフもたまたまお尻の穴に当たっちゃったみたいな感じだし、群がっているということを間違えてムラムラしてるって言っちゃったんで、全然意図してないです。全然ね、全年齢対象なんで勘違いしないでくださいこれね。はい、これ家族で見れる安心な動画です。なのでね、家族のみんなでムラムラしてください。これね、群がってお茶の間で見てくださいっていう意味ね。はい、家族の皆さんでムラムラしてください。おお、ムラムラしてきたなーって感じでしょ。あとちょっと意味わかんないんで真面目に話します。これね、どういうことかっつったらな、アングルフォアグリップも一応追加されたんだよ。俺言ってなかったけど、いろんな裏技やっちゃったからあれなんだけど、これ落ち着いて話すとね、これアングルフォアグリップとバーティカルフォアグリップ追加されたんだけど、アングルフォアグリップはもうバカクズゴミバカですね。これもう本当に弱い。もうアングルフォアグリップ俺何したって言うんだよってなってると思うけど、アングルフォアグリップくんは。でも本当に弱い。あれつけてるやついるの本当にわからん。
バーティカルフォアグリップにマッスルブレーキつけたら誰でもこれリコイルできます。本当にこれ誰でもできる、超ハンドガン。いや来ると思ったぜ。でこれ下降りて地下行ってぶっ殺してんか。いやもうレインボーシックス CG 界のジェットさんだからなこれ。もうチンのもので筋肉質だったらレインボーシックス、チンがなくなって筋肉がなくなったらもうそれジェット、バロラントのそういうことです。もうレインボーシックスのジェットガチムチで汗臭そうな筋肉質の男性とか思ってる人舐めないでくださいね。こっちのジェット無敵ですからね、タックル中。もうなんか3人も生き残ったら余裕じゃないかこれ。あ、無職レディーなんだけど。これは視聴者みんなムラムラしてきたでしょう。これもうみんな群がってる今俺のプレイに。群がってるって意味な。おびっくりした、なんかガタって聞こえたわ。よかったお前途中で歩きボタン押し忘れちゃったね。このゲーム歩きボタンちょっとでも押し忘れたら足音聞こえるかな。あ待って、これアルに隠れてくれてる。こういう場合俺倒しちゃいけないんだよみんな、わかる。アルニを隠すために俺がわざとこうやって来た、わかる。俺気配を出したの。そしたらこのアルニを、敵はアルニをあのあれ警戒しないんだ。ほらすごくないこれ、マジ頭いいしょ。これやった方がいいよ。いやこれね、バーティカルのオリックス超強いからね。まあもうみんな使ってるとからわかると思うけど、なんかもうなんていうの、本当にオフェンスって感じのもう主人公キャラ、俺がやる、俺がキャリーしてやるみたいな感じ。もうイキリキッズどもがみんな使うような、もうめちゃくちゃ強いキャラ。おいどけよお前ら、俺最強だからお前らドン引きじゃねえ、おい引いとけよみたいな感じの、もうイキリ武器ですねこいつ。あれっすよ、あのこの武器バーティカルつけてマズルつけてたら、あのめちゃくちゃ女性の方にモテますよ。これバーティカルつけた瞬間にもう F カップ大学生ですって来るからな、勧誘。もうマジであのお誘い来るよ。 F カップ大学生です、パーティー組みませんか。来るぜ。俺もね最近ねバーティカルマズルつけたせいかね、また最近ツイッターでママ活アカウントからなんかね怪しいダイレクトメールが、騙すようなダイレクトメールがめっちゃ来たんだよ、ね、いや俺はわかるぞ、人の嘘には鋭いからな。本当にあの俺がバーティカルをつけたせいかママ活アカウントからめちゃくちゃ DM が来る、怖いです、助けてください、ママに狙われてます。いや俺ねここにね突っ立ってるのはね、何かっつったらね、ここまで俺がいるってことはここ警戒しなくていいって味方に示すこの立ち位置なんだ。これがエリア取りですね。敵部隊が、おいちょっとお前全部倒すなよ、やばい。えちょっとこの音どこの音だ、おいこのフロスやばすぎるって、お前強すぎるだろ、やばいって無職になっちゃって。いやここに立つことが重要なんだ俺がいること。みんなねあのイキリキャラ使ってても、あ終わっちゃったよ。エリア取りって大事だからね、あここに味方いる、じゃあ俺ここにいて平気だって思わせるのが大事なの。これ結構意外と大事なこと言ってるから、どの FPS でも。いやでもね本当にね、あの最近バーティカルつけたせいかね、めっちゃモテる俺、めちゃくちゃモテる。もう Twitter で怪しいアカウントからもうすんごい来る、どうも F カップですって来るもん。もうめっちゃアカウントがおっぱいおっぱいしてるようなアカウントからめっちゃ来るんだよというかね、もう露骨に怪しいやつらからねめっちゃ来るぞ最近。なんで同業者だから、同業者だからっておかしいな、なんか俺別に違うんですよね、俺そういう騙すようなこととか無縁なんで。あでも神カイドつけてくれてる、もう無縁なんですけどね、嘘とは無縁の男なんですけど、なんかねめっちゃ来るんですよ、ね、びっくりしますよね、助けてください。まあでも皆さんもねバーティカルつけたらもう明日からもうモテまくりなんで、モテまくり勝ちまくりなんで、ぜひつけてください。あとあれだ、最近ちょっとねスイッチでサブスクやってるよみたいなこと言ってんじゃん、サブスク限定配信しようかなと思ってるんで、ぜひ俺とプライベートなイチャコラしたい人、おーメッサムラムラーってした人はね、あの俺と群がりたいって意味ね、そう俺とメッサムラムラーしたい人はぜひスイッチでサブスクして、ディスコードとスイッチアカウント連携してください。そしたらね俺と一緒にサブスク限定配信見れるんですか、俺のコミュニティ入れるんで。あここのクレーマー実は意味ないんだよ、これ通れますよ、ほら。あれクレーマーバグってる、おいまたバグかよ UBI、 ふざけんなよってなってるあいつ。でも違うんだよこれ仕様です、これはね仕様なんで。クレーマーのレーザーなんか今シーズン短いんだよ。いやなんつうのかな、
余分ななんか線に引っかかんないんだよね今シーズン。はい、ということでなんか今日小技めっちゃ紹介したような気がするんですけど、なんかいい動画になりましたね。はい、ということで皆さんオリックス使ってくださいね。メルトンでした。バイバイ。